いやー、稀に痩せんね。せっかく激アツな戦いできたのに、動画撮れてなかったんですよ。だからね、ちょっとね、マリニアさんから授かった刀プラス10にしたんで、試し切りしてやろうと思いまして。前に道に迷ったらいきなりカウみたいなやつが出てきてボコボコにされたんで ちょっとその復習も兼ねて来てみました。なんだっけ、なんかスポーツ用品店みたいな、オッシュマンズみたいな名前のやつ あれ、こっちだったかな。あ、そうそうそう、こっちだ。これこれ、このカウみたいなやつ、縮小オニール この振りで、この火力 やば と取り分けが、いちごポッキーみたいなことになってる さあ、いくよ うわ、やば なんだこれ 対人でこれ避けれる人いる？ やばいね。ブラボの頃はね、千景って刀はすごくピーキーな武器だったんだよね。地質っていうマイナーステータスに特化する必要があったから、僕みたいな変態しか使わなかったんだよね。しかも持ってるだけでヒットポイントどんどん減っていくからね。でも今回の刀はどれも多分誰が使っても激アツだと思います。ぜひ試してみてください。